こんにちは、青嵐義塾の岩田です。今回は王政復古したブルボン朝シャルル10世についてお話します。よろしくお願いします。前回ブルボン朝復活しましたけども、この復活したブルボン朝というのはあのルイ14世の時のような絶対王政、あのような強さはありません。まあ、フランス革命時の、ブルボン朝というか立憲君主制ですね。ですから憲法に近いものも作られています。そんな状態の中、このシャルル10世は何をしたかというと、ここです。もう基本的に貴族をすごい優遇します。例えば例としては選挙のことがあります。フランス革命時に、国民公会、ロベスピエールですねの時にはこの男子普通選挙が行われ、青年男子なら誰もが選挙権を持ったんですけども、このシャルル10世は極端な制限選挙を実施します。具体的には選挙権が貴族しかないとかです。あと貴族に年金を与えるなど、とにかく貴族を優遇します。でそんなことするので当然国民の反発を買いますよと。じゃあそんな中シャルル10世が何したかというと、ここです。アルジェリアに侵攻します。フランスのすぐ南、アフリカ大陸の国ですね。で国民の目を外に向けようとします。これはもう歴史上もよくあることで、国内がなんかいざこざで乱れたら、それをその海外に向かせるために敵を作るってやつですね。今でも韓国とか中国ってよくやりますよね。国内がなんかおかしくなったら反日だと、ということで日本を敵に回していろいろやります。それと同じです。でそんな中さらにシャルル10世は7月勅令というのを出します。内容としては言論弾圧や王様に反抗的だった議会を解散したりします。これでもう完全に国民に火がつき、7月革命が起きます。で7月革命の中心人物としてラファイエットがいます。皆さんこれ覚えていますか。アメリカ独立戦争に参戦し、さらにフランス革命に参戦し、人権宣言の起草に携わったあのラファイエットです。もうこの頃70ぐらいのおじいちゃんなんですけども、すごい頑張ってます。でこの7月革命の中心となった層はありますね。ブルジョワです。お金持ちですね。このシャルル10世は貴族をすごい優遇したので、一般市民っていうのは相手にされなかったんですよね。でその中で比較的裕福な層が中心となって行われたのが7月革命になります。今日はここまでにしておきます。どうもありがとうございました。行きます。 OK かな。